会社の近くの金木犀、だいぶ色が濃くなってきて香りも良くなってきました。2020年10月17日、また新しく荷物が1個届きました。ちょっと楽しみに待ってたやつです。来ました来ました。ちょっと前に頼んでいたミースマートバンド5用の、ミラネーゼループ仕様の、交換バンドです。この間までね、4で使ってた、気に入って使ってたタイプと全く一緒でもないか。中にね、セットするゴムがないんで、これどうセットするんだろう。内側からセットだと思って買ったんですが、どうだろう。ちょっと試してみます。寒いですね。もうなんかカーディガンとか着てますよ。これ本体をベルトから外して、中から入るかな、入んないか。やっぱ外からになるのか。ああ、外からモデルやったか。これ絶対外れるよね。ん？結構強い。結構押してるけど、ん？いいんじゃないこれ。結構な強さで押してますけど、外れないですね。これわかるかな？多分この部分がね、多分新しくなってると思うんですね。この仕様、ハサミの先でやったらわかるかな。こういう風にね、動く仕組みがこっち側とこっち側にもついてて、こいつを緩めた状態だったら外れるのかな。中のね、さっきの爪の部分を押してやると、ここが浮きますね。わかりますか。この状態で、あ、なるほど、外れましたね。こういう状態でこれで押しても全然外れないと。うん、外れないですわ、確かに。で、今の爪を押した状態でだったら外れます。うん、ピントが合わないというか、フレーム外でやってる。爪を押してあげたらこの部分が起き上がると。この状態でだったら外れます。簡単に外れます。うん、それさえ押していなければ全然押しても外れない。おお、これかなりいいんじゃない、いいんじゃない、進化している。ちょっとこれを外します。このね、部分も、まあまあ、もうちょっとね、前のやつ捨てちゃったんであれなんですけど、ここがちょっとしっかりめ、大きくなってて、外しやすくなってますね。うん。ああ、いいわ。止めやすい。やっぱこれっすよね。うん。好きなきつさで止められる。これやっぱりいいわ、いいわ。これもね、軽くてすごくいいんですけど、やっぱりこの穴でね、止める位置を決められちゃうんで、好きな強さで止められないんですよね。これやっぱいいっすよ。うん、こうでしょ。ああ、いいわ、完璧。うん、あとね、そうそう思ってたんですけど、これ外した時にこうやって置けるそれがすごくね、前の時から気に入ってて、これだとね、まあ、当然こう置くしかないんですよね。文字盤がね、当然上を向いてくれない、こういう向きにしか置けないんですけど、こいつだと外した状態でポンと置いとけて、文字盤が上を向いてくれる。このね、運用が私個人的にはとっても重要だったので、ああ、これができるようになって非常に嬉しいです。ああ、これいいね。この仕組み、この仕様になってるのは、あの Amazon とかのね、なんていうの、商品ページの画像を見ててもあまりよく分かんなかったんですけど、実物を手にしてみていいなと思いました。うん、
4の時にミラネーゼルーピン2本買ってるんですけど、1本はこうグッてこういう力のかけ方をしたらポンと外れてガラスを割ってしまったっていう過去の経験があるので、ちょっと心配してたんですが、この仕様であれば大丈夫だと思います。よかった。どうでしょう、ちょっとごつくなる感はありますが、やっぱりベルトの利便性、それには変えがたいなと思います。